暗い暗いよ穴の中。くそーなんだここ、穴の中だとバーン。どうも誰も知らないマインクラフター忍者カッコスティーブイカレタコスケです。相変わらず俺は穴の中にいる。前回までのあらすじ。なんとここはスーパーフラットモードによる海の底の中の村の一つの部屋。そしてこのイカレタコスケはなんと陸地に拠点を構えるべく土をたくさん置いたところ、そこにモンスターが大量に湧き、しかも水の中にドラウトとかいうゾンビが湧き、自分の唯一の部屋の入り口を閉ざしてしまった。というわけでね、どうする？もういきなり大ピンチなんだけど、とりあえずもう海の中はどうにもならないじゃん、モンスターがいたとしても。でも前回の陸地、あそこだけはなんとか奪還したいよね。あそこはさ、要は多分この手に持っているこれ、松明1本置くだけでおそらく面積的にモンスター湧かなくなるはずだから、これを置いてくる。もうモンスター無視して置いてくるか。というわけでまずちょっと一回行ってみようか。ちょっともうさ、ちょっと声がすんだよな。どこにいんの？とりあえずこれを、松明を置いてこよう。どんな手を使っても。これどうすべ？いけるか？よし！あ、もうなんかもう見える。ゴーレムちゃんやられちゃったかな。ゴーレムちゃんがいたんだよ、ずっと家の近くにね。ゴーレムちゃんが、あー、もうなんかいる。これだ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 。やばい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 、死ぬ。どうなってる？どうなってる？どうなってる？ちょちょちょ、どうなってる？どうなってる？これどうなってんの？あ、おい、何？氷だ。氷が張ってた。おい、あんなところに氷張ってたっけ？あんなに熱く。松明牛だったんだけど、どうする？我が家の松明一本持ってくか。嘘だろ。え？ちょっともう一回。もう一回行ってくる。我が家の松明をお前一本な。え、てかなんで上凍ってんの？真上。あれ？よいしょよいしょ。これで水流のせいで出るのも一苦労なんだよね。よし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 、大丈夫か大丈夫か大丈夫だな。あ、なんかさ、凍ってない？あ、凍ってるよ。ちょっと待って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 。あ、出れた。あ、出れてない。嘘だ。おい、どうなってんのこれ。え、どうなってんすか。うっ、いや、ちょっと待って待って。え、どうなってんのこれ。この世界立ってんだよね。おし、やっぱり熱い氷に覆われてる。え、どうして。あ、わかった。この村、そういえばあの家の中に雪が積もってるというか、家の一部を雪で作られてる家があったから、ここあれなんだ、なんだっけ、ツンドラ？氷河のバイオームに重なってる村なんだ。うわぁ、なんだそれお前。だから時間で水が凍っちゃったのね。そんなことってあるかよ、スーパーフラットモードで。
ちょ、とりあえず、もうモンスターハウスなんだよね、上はね。出れるか？出よ。よしよしよし。てか見えないんだよね。出れないね、これ。出れないね、これ。毎回毎回さ、一歩進んでじゃないんだよね。一歩も進めずに十歩下がってんだよね、俺のマイクラ。どうなってんだよ。ややこしいんだけど、真上の土の上にはモンスターが湧いているが、しかしとりあえず氷の上にはモンスター湧いてないので、この拠点から少し離れたところまで移動して、そっから上を開けよう。なんでだよ、俺のピッケルはよ、武器じゃねえんだよこれ。ああ、そうか、この水流にね、巻き込まれたわけね。ここちょっと、この松明持っていきたいけど、ダメだな。松明持ってっちゃダメだよ。ここは第二の拠点みたいなもんだからね、ご近所さんね。どう？出れるか？ああ、凍ってんね。おし！おし！久々の地上、うわあ、すげえ凍ってる。あんだこれ、お前南極か北極かみてえになってますよ。あれが私の拠点、完全にモンスターに占拠されている。これどうしたらいいんだ、お前全部計画がパーじゃねえか、今日まで考えてたのにさ。よし、しょうがない。コメントでも教えてもらって思い出した。溶岩と水で丸石を作る。それをまずやろう。そうすれば、使う木の量を減らせるから。ツルハシが使えるとかじゃなくて、使う木の量を減らすことができるんで、まずそれをやろう。ここを使うか。確かね、この辺なんですよ。ほら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 。ここから溶岩溢れ出させーの、水と溶岩はいくらでもあるからね。オッケー、いい感じだ。で、水をここから引く。おっと、こうかな。ダメだね、ここか。我が家が、ああ、いいよ、いい石ができました。そうよ。そしてここを閉じる。これだね、とりあえずね。うん、これでちょっと壊れるまでに作れるか。木はまだあったはずだから、これでいけるとこまで行こう。ああ、壊れた。剣、まあ、ツルハシかな。氷割るためにツルハシ欲しいな。氷割り用のツルハシと護衛用の剣ですかね。斧はまあとりあえずこれあるし。ただこれ樹木、樹皮のない頭皮の丸と使える？オッケー。とりあえず、さっきのね、樹皮のないやつも使えたから、これで頭皮の板と石のクワ、それからツルハシをね、作りましたよ。まあツルハシがあるおかげで、これ石もゲットできるんで、まあ、とりあえず、まあね、松明の分とかまではいかないけど、とりあえずの石と木はゲット。道具を作る分ぐらいはね、第3回目にして。あとはだから溶岩があとどれぐらい、逆に溶岩があとどれぐらいあるかだね。これ溶岩あるかな、まだな。あるね。大丈夫そう。大丈夫そう。オッケーオッケー。溶岩出しとこう、あそこだけ。そして、これ、石のクワ。なんで石のクワかっていうと、ビートルートの種があったんですね。私、ビートルートよくわかんないんだけど、これ、スープになった記憶はあるんで、まあ、とりあえず食べ物問題を少しでも解決すべく、このビートルートの種を、外に、植えに行きたい。ただ、この環境で、育つのかどうかわからない。まず、
基本的なことなんだけど、この下に一応水があることになるのかな、氷かな、この下こんなに水あるんだけど、バケツがないから水を引けないんだよね。ビートルート食べると 0.5 回復する、とうとうこの私がパンをもらう、恵んでもらう以外で自らこの場所に自分の食料を植えることに成功しましたよ。ちょっとまず行ってみよう。まず、まあ、試しに やってみよう。育ってくれよ俺の希望の種。あ、やべ、夜が来る。これ夜が来たらまたモンスター来るのかな。ちょっと、とりあえず、モンスターに襲われないためのポジションを作りたいよね。できたちっちゃい鳥居が二段土を積んだだけの畑が私の小さな砦です。あー、どうするねこれ。ごめんよ、お前ら入れてやりたいけどよ、ここはよ俺が死守しなきゃいけねえんだ。モンスター湧かなきゃいいんだけどな。明かりだね次はね。ってことは明かりを手に入れるために、で丸石はあるからこれかまどは作れるね。かまどが作れるってことは一応松明も作れるんだけど、原木は手に入る気がしないから、やっぱ石炭探しに行くしかないのか。ただちょっと地下で後で土とかを大量に取ってきて、この陸地、せっかくできた陸地を利用して少し遠出して物を探しに行ける。まあこのツンドラというか氷河の広さがどれぐらい続いててね、次の町とかがその下にあるかどうかわからないんだけど、まあそれ次第ではもしかするとうまいこといい道が作られたのかもしれない。というわけで今回は一旦ここまで。それではタイトル変えなきゃいけないんじゃない、俺の海の底プラス氷の上みたいなね。頑張っていこう。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて